はい、女性補完計画です。熟年離婚の乗り越え方っていうテーマをもとに話していまして、前回は、3つのポイント、そのため、乗り切るための3つのポイント。1つは強いメンタル、自己肯定して強いメンタルを持つ。2番目は、マイナスではなくゼロだと思う。3番目は、過去の成功体験を成功だと思わない、それを捨てるというような、話をしましたと。で、今日は、自分がどうやって10年前、離婚というような運命に対してどうやって、ぶっちゃけ、10年前に何が起こったか、どうやって自分が離婚したかっていうことをちょっと話してみたいなと思っています。はい。で、なんで、ほんと10年前なんですよね。10年前の、10月の頭でしたかね。ちょうど10年前、10年と1ヶ月ぐらい前になる、2ヶ月ぐらい前になるのかな、になりますね。で、実際、その時って自分はちょっと、ある大企業に勤めていまして、そこで、係長クラスの仕事をしていましたと。係長と部長代理の間ぐらいですかね。実際その部には専属の部長みたいな人がいなかったので、自分が結構な数、最大時では100人ぐらいの部下を全部コントロールし、仕事を見てあげなきゃいけないというか、そういう部署にの、管理職をやっていましたと。で、ほとんど家に帰る時間というかね、朝はやっぱり8時に起きて、8時半には出勤、出勤で90分はかかるようなところだったんで、東京圏で。で、8時に起きて、出勤して、0時に仕事が終わって、だいたい家に、だいたい2時ぐらいに帰ってくるっていうような、生活を、していました。だから、家で家族に会うっていう時間が、結婚したのがもう結構昔だったんで、20歳の前半で結婚してたんで、結婚してからもう20年ぐらい経ってるんですよね。で、子供たちも結構でかいんですよ。もう中学生と高校生とかっていうような感じで、結構大きい感じで、10年前ですね。離婚を迎えた時、そんな時だったと。で、これは相手もいることなので、あんまりきちっと、赤裸々に語ると、その人に対して、なんていうのかな、また心痛を与えるっていうことに対してあんまり良くないので、ちょっとぼかして語りますけど、会社のちょっとメンバー、部下だったんですけど、その人に、自分はちょっと恋をしましたと。結構長い間、家に帰れない分っていうのと、あと言い訳になるんですけれども、子供が、2番目の子供が生まれた後ぐらいから結構セックスレスだったんですね、家が。セックスレスに至った理由っていうのはちょっとまた別動画で語ろうと思います。これは個人の性癖っていうのと、夫婦関係っていうのがどれだけ、夫婦の肉体関係っていうのが本当に継続できるのかっていうところのセックスレスっていうのも、一つの社会問題になっていて、それはそれできちっと分析しなきゃいけないし、考えなきゃいけないと思うので、ちょっと別テーマにしますけれども、セックスレスが結構長かった。自分、だから子供、多分、そうですね、もう12年子供が生まれて、2番目の子供がもうその時に中学生になってたんで、13、4歳だったと思うんですけども、で、その後ほとんどセックスしてないですね。セックスレスでした。別れた奥さんとはですね。で、そういうのもあって、会社のちょっと、同僚、部下の方を好きになってしまって、で、その人からセクハラだと人事に訴えられたんですよね。これがもう、あんまりね、タイトルにも書けないし、すごく恥ずべきことだと思うんで、ある日会社に行ったんですよ。ある日会社に行ったら、一応上司に当たる人が、
僕の席に座っていまして、で、入ってびっくりしたのが、まずその彼女に貸した本がいろいろ貸してたんですよ。技術書みたいなものをね、IT のデータベースとか。それが山積みになってるんですね、机の上に。で、ああ、これは何か起こったなっていうのがわかるし、一応上役、上司の人も、すごいなんか、まあその人は兼任で部長だったのかな、なんですけど、まあ神妙な顔で座ってて、ちょっと話があるぞと。はい。で、まあ大体わかりますよね。これなんか貸した本が全部山積みになってるってことは何かが起きた。何かね、その彼女が何かしたんだなと。で、聞いてみると、その彼女が、人事に訴えたと。セクハラである。何回もデートに誘ってくる。とか、まあそこですね。それを言われました。まあ何回もデートに誘ったっていうかね。これは一応人事にも言われたので、彼女は部署異動になる。で、あなたの、管理職も剥奪されると。明日から。剥奪されて、平社員からやり直すことになると。おそらく、給料とかも変わるだろうっていうような降格になるんだよね。っていうような処罰が待っているって言われたんですよね。あと、転勤する、配置換えで、ちょっと大阪に飛ばされるかもしれないみたいなことになりましたと。で、理由はもうほんとそこなんですよね。何回もデートに誘ってしまったっていうのと、本当に。で、まあ、その時に何も考えられなかったですね。とりあえず、今日は早退させてください。で、まあ、それは上司も認めてくれて、早退しました。で、何すればいいのかわかんないですよね。会社出て、なんかいろいろうろうろして会社の周りを。家にどうやって帰ったらいいのかもわからないし、どう家族に、どう妻に、その当時の奥さんに伝えたらいいのかっていうのもわからなくて、しばらく1時間ぐらい、とにかく歩いて、電車乗っても、なんか、まっすぐ自分の家にたどり着くことができなくて。で、なんかね、公園とかをね、うろうろしたりしてね。それから、妻の、ほんと3時、4時間ぐらいうろうろしてから、とりあえず、伝えなきゃいけないと。その当時の妻にね、電話をかけましたと。で、ちょっと話したいと。会社で、クビになる。そういったことが今から起きる。あ、クビにはならないけど、配置換えとか、ちょっとが起きるかもしれないと。で、ちょっと、家族、子供たちがいる場所では喋れないんで、まあ、その時、その彼女は仕事してたのかな、アルバイト。基本的には専業主婦だったんですけど、パートタイムの仕事もしてたみたいな感じで。で、どっかのコーヒー、喫茶店であったのかな。で、なるべくお客さんがいない屋上とかのテラス席とかに行って、ちょっと会社でこんなことが起きたと。セクハラとして訴えられたと。まあその何々さんっていうのは大体その妻も知ってたんで、怪しいっていうか、怪しい、まあ、頻繁に携帯とかで連絡してるし、なんか怪しいっていうのは知ってたんで、大体分かってたっていうのと、で、まあ我慢してきたけども、そうやって自分がセックスとかをしてあげられないし、あれで浮気してるのはある程度許してきたけれども、やっぱり、そのセクハラとして訴えられたっていうのは痴漢と同じだ。そんな情けない男と、
添い遂げることができないというか、まあパートナーとしても恥ずかしいので離婚すると言われました。で、まあこれは本当情けない話だけどね、やめ、待ってくれと、本当にすまなかった、もう本当に自分はそれで離婚してなんとか生きる、生きていけると思えないんで考え直してくれみたいなことを言ったけども、何回も何回も言って泣きながら頼んだけども、別れましょうという話になりましたと。はい。まあね、なんかちょっと一応次回に続きますけれども、こういった形で私は離婚になりました。